おはようございます、しょぼうです。今回はロルバーンダイアリー2023を買いましたよというお話です。本日10時にスミスに行きまして、多分一番乗りっぽい感じかな購入してまいりました。今年は売り場での大きな波乱はなく、というのもですね、去年はだいたいこのあたりかなってちょっとこう思ってたものと全く違うものを購入しまして、私の中で大波乱だったんですけれども、今年はまあ順当に目をつけていたものを購入してきました。日頃から私の動画をご覧になっている方は、なんとなく初歩ならこれかなっていうものになっております。2択ぐらいですかねでは何を買ってきたのかお見せしたいと思います。ガチャ。毎度のことながらここから始めます。一応読めないように隠して見てはいるんですけど、考えてみたらこの辺でね、もうなんとなく分かってしまうかなというものを買ってきました。次の段階いきます。次の段階はこちらです。もうお分かりですよね。金のリングのものといえばもうあれですよ。ということで今回購入したのはこちら、ホットケーキ、タルボの B 柄パンケーキです。今回はまあ最終的にはダントツでこれでしたね。これね、ボリューム感がもう半端ないじゃないですか。説明はそれだけでいいかなと思っているんですが、一応選んだ理由としては2つほどございまして、食べ物の柄がいいなとはもともと思っていたんですけれども、今回のタイムオブティーなどは優雅すぎてですね、私の好みからちょっとだけずれているので、このパンケーキとチョコレートとモヒートのこの写真の柄がまあ候補になってきていて、まあでもその中でもやっぱり甘いパンケーキ、この分量ということで決めてきました。もう一つの理由はこちら、今年と去年のダイアリーなんですけれども、色味がとても似ているなって、こちら2022年のダイアリーを買った時にお話をしているんですが、また今年もねこういう色味を選びそうに選ぶような気がしていたので、もう無理やり方向転換といいますか、違う色のダイアリーが欲しいなって思いまして、まあいろいろな要素が重なってこちらのパンケーキになりました。その他の候補としては、まあ食べ物がいいって言いつつ、シマエナガかエトのウサギの直営店限定の茶色のやつが迷ったところではあるんですけども、こちらもねほぼほぼ茶色っていうことで、はい、パンケーキになりました。一応中身も確認していきましょう。まあ毎年ね同じといえば同じ中身なんですけれども、2年分のカレンダーと縦列で、1年は見開きでは見渡せないけれども反対側まで来ると1年分あるよという投資のカレンダーですね。24年の3月まで、それからマンスリー、毎年同じですけども10月から12月まで、12月まであります。そしてここからこれだけメモページとなっていて、まあ、この厚さがいいわけですよね。
ロルバーンダイアリーを選ぶ理由、もう第1位、このメモページの厚さなんですけども、ここがまたいいわけで、そしてポケット、まあいつも通りポケットがついております。こういった構成のね、ロルバーンダイアリーなんですけども、またこの10月から箇条書き日記を書いていこうと思っているところではあるんですが、今大変悩んでおりまして、もう一つね、バレットジャーナルって、今回はライフのクレシャでやるんですけれども、そちらとのバランスがですね、最近うまく取れてないなと思っておりまして、この使い分け、バレットジャーナルとロールバーンダイアリーと、まあさらに言えば雑記帳の使い分け、もう少し変えていきたいなと思ってまして、あと1ヶ月ちょっと悩んで、まああんまり変わらないとは思うんですけども、運用の仕方考えていきたいと思っております。ということで、今回はロルバーンダイアリー2023を買ってきましたというお話でした。パンケーキ使うたびにお腹が空いてしまいそうです。今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。以上、ショボーでした。ではまた。